ど、知ってる？平原寺先輩、可愛いんだよ。夜の校舎が怖くてトイレに行けなかったんだって。そんなことしてないよ。でもいいな、あんな強靭な先輩が怖いものが嫌いだったなんて。その後どれくらい怖がるのかなと思って、怖い話の100連発。おかげで眠いよ。誰が化け物じゃ！あ、来た。ゲーって何よ。ゲン、私、ハンバーグ作ったの。もう焼いたんだよ。ほら、見て見て、いい出来でしょ。何？可愛いでしょ。へへへ、多分レアにしてみました。何？ダメだった？ぐずーん、痛いよ。
って肉だけじゃないの？そうなんだ。作り直そう。ぐーん、やる気満々なのに。えへへ、先輩どうですか？私が作った野菜炒めです。見てくれは悪いですけど、多分美味しいです。平野は味見したのか？今さっき自分で作ってみたんです。じゃあちょっとだけ。あれ美味しくなかったですか？ドクターストップをかけろ。ドクターストップなんてひどい。お前、自分でまずいって言ったろ。あ、全部食べちゃった。美味しかった？そんなの入れてたのか。平野、大丈夫か？あ、ごめん。でも、本当面白いな、お前たちは。そうか、お前もその気があるんじゃないのか？からかってなんかいないぞ。現に源は。あ、まあ、そのなんだ、女同士の秘密ってやつだ。お前たちを見ていると楽しくてさ、いつまでも続くってのもいいんじゃないかなって思う時があるんだ。誰もがみんな楽しいことが永遠に続けばいいって思ってる。違うか？私も美術部で3年間過ごしてきて、もう引退を迎える。3年間は楽しかったし、このまま卒業していくのは寂しい。だから今こうやって繰り返している世界っていうのも悪くないと思うんだ。そうか、お前が過剰評価してるんじゃないのか？それならどういうことだ？
平野、やっぱり夢。ご主人様、どうかなさったんですか？お茶、お持ちしましょうか？はい。お待たせいたしました。アールグレイのアイスティーです。お暑いかと思って。源、クケースピーカー源、あーんもう暗いの嫌だよ。うにゃうにゃ、はあ、私じゃダメか。やっぱり平野、おい、平野、どうしよう、おトイレ、平野、起きて、お願い、平野、漏れちゃう、平野、起きて、メガネ嫌い。ここどこかな。やだ、おしっこ。や、止まって、おしっこ。や、や、ああ。うい、や、ミキ、おしっこしちゃったよ。おしっこ漏らしちゃったよ。
よいとくん、ミキ、おしっこ漏らしちゃったよ。冷たいよ。冷たいよ。よいとくん、おしっこ漏らしちゃった。よいとくん、どうしよう、どうしよう。あれ、エーゲンジ先輩、泣いてる。ちょっとユイト、何したの？冷たいよ。あれ、なんか変な匂いがするよ。お姉ちゃん、おしっこ冷たいよ。おしっこって、エーゲンジ先輩？ユイト、ちょっとエーゲンジ先輩とトイレ行ってくる。お布団外に出しておいて。うん、寝てる。